今日もあっちいな。俺は橋場保つ、三亀高校2年生。部活も成績も中途半端。可愛い彼女がいるわけでもないけど、いじめられてるわけでも底辺でもない。普通の学生生活を過ごしてる。あれは、新田奈央だよな。新田奈央はうちのクラスメート。顔は綺麗だけど、金髪ヤンキーで口が悪いのですげえ目立ってる。恋人いないとかダサ。悪かったな。って、別に俺が言われてるわけじゃねえけど。は？いるし。まあ、新田はヤンキーでいろんなやつ知ってるだろうし、いるんだろうな。こいつだ。え？俺？だよな。と、橋本。橋場だけど。お前は今日から橋本だ。な、むちゃくちゃな。え？彼氏の名前間違えるとかありえなくね？それに普通は名前呼びっしょ。てめえ、名前はなんだ？保つだけど。保つ、保つだよ。私はこいつと付き合ってんだよ。いや、俺彼氏じゃ。彼氏のふりしろ。じゃないと殺す。突然すぎる。じゃあ、彼氏って言うなら証拠見せてよ。証拠だと。おい、なんとかしろ。無茶ぶりだな。こいつを納得させねえとだろうが。わかった。恋人だし手つないだ方がいいよな。てめえ何しやがる。何って手をつなごうとしたんだけど。じゃ、私たち結婚するの？そんなことしたら子供ができちまうじゃねえか。え、新田さん手つないだら子供ができると思ってんのか。なおピュアすぎんだろ。んなこと今時小学生でも知ってるっつーの。だとこら。その彼氏とやらに子供の作り方教えてもらったら。じゃねー。おい待てこら。てめえ何手つないでも子供はできねえのか。できるわけないじゃん。なんだと。ほら、あそこの幼稚園児手つないで歩いてるじゃん。あっちのお母さんと男の子も手つないだだけで子供できてたら大変な世の中になってるよ。だから年頃の男女が手つないだらそんなことになるんだろうが。そんなことをどこで聞いたの。おふくろだよ。あんのクソババア嘘教えやがって。と、きっと新田さんのお母さんは年頃になった時に新田さんが変な男にそそのかされないように心配して嘘ついたんじゃないのかな。でもお袋は子供ポンポン産んでんだぞ。そのせいでうちはみんな父親が違う6人兄弟だ。手をつながれて子供ができたって言われたから私はずっと男を警戒してたんだ。それじゃあ新田さんって今まで彼氏は。いたことあるはずねえだろ。そうなんだ、意外だな。で本当はどうやったら子供ができんだよ。保健体育の授業を受けてたら知ってるはずだけど。授業なんて寝てて覚えてね。お前が教えろ。自分で調べてよ。いやだ。なんで？だって手つないで子供ができねえってことはそれ以上のことするってことだろ。そうだよ。だから俺の口から説明するのはちょっと。じゃあ私はいつになったら知れるんだよ。そういうのは恋人ができて段階を追って知ってくもんなんじゃない。それに気持ちが高まっていくにつれてそうなるもんだと思うし。って何恥ずいこと言ってんだ俺は。あ、そうか。とりあえず新田さんが理解してくれたみたいでよかった。よし、てめえが私の彼氏になれ。なんで？恋人ができて段階を追ってけば知れるんだろ。いや、でも気持ちが。気持ちなんてのは気合でついてくもんだ。スポーツとかの話じゃねえだろ。あ？文句あんのかてめえ。文句ありまくりだよ。いきなり彼氏になれとか言われてんだから。じゃあどうしたらいいんだよ。てか新田さんは男と手もつなげないぐらいなのに恋人になんてなれると思う？は？私ができねえって言ってんのか。じゃあ俺と手つなげるの？子供ができるんじゃなきゃ。で
できる。抱きしめることは？はあ？キスは？その先は？待て、ほら、無理じゃん。くっ、敗北だ。ちょっとかわいそうになってきたな。それじゃあ、友達に限りなく近い清い男女交際してみる？フリってことで。いいのか？俺、これまでありふれた学生生活だったけど、新田さんと過ごしたら楽しくなりそうな気がするから。楽しくしてやんよ。それじゃ、まずは連絡先から交換しようか。おう。誠、はよ。はよ。たもつさ、今、新田さんと一緒に教室入ってきてなかった？ああ、付き合うことになった。は？ヤンキー美女の新田さんとたもつが？たもつ、新田さんのこと好きだったのか？好きなわけじゃねえよ。好きでもねえのに付き合うとか、お前殺されるぞ。いや、向こうから頼んできたし。なんで仏面のお前に？誠に言われたくねえ。事故みたいなもんだよ。たまたま通りがかったら巻き添え食らった。はあ？意味わかんねえんだけど、ちゃんと説明しろ。ってわけだ。何それ、怖っ。保つって何もかも普通だけど、あんなヤンキーと普通に喋れるとこだけは普通じゃねえよな。俺、褒められてんのか？ある意味な。新田さんと付き合う度胸と根性、俺にはねえよ。まあ、頑張れ。あ、新田さん。お、なんだ？戦いに来たんじゃないんだけど。そうだったな。俺も付き合ったことないからよくわかんないんだけど、休み時間だし、ちょっと話してみる？お、望むところだ。戦いじゃないって言ってんのに。恋人って何話すんだろうね。私が知るか。じゃあ、俺から話すね。誕生日は8月1日で A 型。父さんと母さんと姉さんの4人家族で、ラッキーって犬がいるよ。私は、1月1日生まれ。正月なんだ、めでたいね。全然めでたくねえよ。正月とかクリスマスとかでっかいイベントの日に生まれたやつはな、自分の誕生日なんか忘れられて祝ってもらえねえんだから。でも自分の誕生日までカウントダウンされて、みんなが盛り上がるのテンション上がりそうだけどな。上がんねえよ。自分の誕生日をお祝いして花火が上がって盛り上がってると思えばいいんじゃない？てめえみたいなお気楽な頭でできてねえんだよ、こっちは。家族は6人兄弟って言ってたよね。ああ、でも家出てったやつも親父についてったやつもいるから、今一緒に住んでんのはお袋と私含めて4人だ。これさ、恋人気分盛り上がる？盛り上がるわけねえだろ。だね。一緒に昼を食べてみるのはどうだろう？何でもやってやんよ。新田さんがお弁当なの意外だな。悪いかよ。貧乏だからちょっとでも節約しねえといけねえんだよ。偉いね。別に、夕飯の残り入れただけだし。え、新田さんが作ったの？文句あんのかよ。ないよ。料理できるのなんてすごいなと思って。お袋はやんねえし、弟と妹が腹すかせてたら仕方ねえだろうが。新田さんって優しいお姉ちゃんなんだね。優しくねえし。優しいと思うけど。それ以上言うと頭かち割るぞ。じゃあ黙っとく。保つが新田さんと付き合ってどれくらいだ？2週間ぐらいかな。あんなボロカスに言われてんのによく平気な顔して付き合えるよな。メンタル強すぎだろ、保つ。新田さん口は悪いけど、悪い人じゃないっていうか、優しいとこもあるんだなってだんだん分かってきたし、一緒にいるのが楽しくなってきたよ。すげえな。多分新田さんは人との距離感とか詰め方とかが分かんないだけなんだと思う。そっか、よく分かんねえけど、新田さんはたまたま彼氏だって言ったのが保つでよかったんじゃないかって思うよ。そうかな。新田さん、一緒に帰ろう。ああ、それじゃあまた明日。ちょん？家寄ってかねえか。そのお家デートって言うんだろ。弟も妹もいるけど。新田さんに初めてデートに誘われた。
来るのか来ねえのかどっちだよ。うん、行く。汚ねえし狭いけど文句言うなよ。お邪魔します。姉ちゃんお帰り。あ、お姉ちゃんが彼氏連れてきた。彼氏じゃねえ。そっか、彼氏じゃないんだよな。これは振りだもんな。飯作っぞ。タモツも手伝え。うん。そういや、いつの間にか新田さんからタモツって呼ばれるようになってたな。私も手伝う。あれま。ゴータは宿題やれ。わかんねえもん。姉ちゃん教えて。は？あたしがわかるわけねえだろ。兄弟全員父親が違うって聞いたからどんな家庭なのかと思ってたけど、仲いいんだな。タモツに聞け。俺頭良くないよ。私よりいいだろ。なあ、宿題手伝って。うん、わかった。今日は誘ってくれてありがとう。夕飯うまかったし、コウタ君もユミちゃんもいい子だったし楽しかった。私もまあ助かったっていうか、あいつらは喜んでたし。また来いよ。うん、そうだね。新田さんに彼氏じゃないって言われて胸が痛くなった。不利だったことに気づいて嫌だって思った。タモツ、これ昨日の残り詰めただけだけど食え。気持ちは嬉しいけど受け取れない。はあ？てめえ昨日はうまいって食ってただろうが。そうじゃなくて、もう恋人のふりやめよう。なんでだよ。恋人がどんな感じか分かったでしょ。分かんねえし足んねえよ。ダメなんだ。このままいると新田さんともっと一緒にいたいって思っちゃうから。いればいいじゃねえか。それだけじゃない。触れたいし、手つなぎたいし、キスしたいし、抱きしめたいし、それ以上のこともしたくなるから無理なんだ。だったら、したらいいじゃねえか。そんなのできないよ。俺たち恋人のふりしてるだけなんだから。だったらふりじゃなくて本物の恋人になれよ。だったら文句ねえんだろが。でもそういうのは気持ちが。気持ちはあるっつうの。タモツと手つなぎたいし、キスしたいし、それ以上だってタモツとならきっと。それ俺たちもうフリじゃなくて本物になってたんじゃん。だって俺新田さん好きだもん。これ両思いってことでしょ。両思いなのか。で、繋いでいい？おう。キスは？キス？ごめん、まだ早いか。はあ？ひよってんじゃねえよ。ドーンとぶつかってきやがれ。ドーンとぶつかったら怪我すると思うけど。私は覚悟できてんぞ。じゃあ。そのキスじゃ子供はできねえんだよな。してから聞くんだ。できないよ。そっか。続きは二人で気持ちを確かめ合って進んでいこう。おう。ヤンキー美女から彼氏のふりするように脅されて手をつなごうとしたら子供ができると信じてたことが発覚した。口は悪いけどピュアで可愛い新田さんと一緒に恋愛をしていきたい。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。